皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も酔わせてキャバ嬢ですね、遊んでいきたいと思います。さあ、なるほどくんお酒弱いからすぐ酔っちゃうからね、酔っちゃうなるほどくんっていうタイトルでいきますか。さあ、では動画見ます。さあ、時間進むですね。時間進むって何ですかね。あれですかね、アルバイトのお仕事が早く進んじゃうってことですか？早く終わるってことですかね？どこで使うんですかね？20分ですかね、ななみんちゃん。さあ、ちょっと使えるんでしょうか？ああ、使えますね。2時間短縮してくださるんですか？20分に2時間使っちゃったらちょっともったいないですかね。そう、今左上のコインですか？見ていただいたら。わかりますか、19万2000コインですか。いや、頑張ってスロットで増やしましたね。まだ初級しか回せないんですけど、オートスロット使ってですね、広告見て最大200回ですね、スロット回せますので、まあ、基本的に増えますね、お金と。あとチケットも増えるんですけど、さあ、先にこちら行きますか。葵ちゃんですかね。下になんか戻るが、なんかボタンがどんどん3つぐらい増えてましたけど、気のせいですかね。あれですかね、なるほどの視力が悪いから、ちょっとぼやけて見えてるんですかね。さあ、葵ちゃんですね。ご指名ありがとうございますと。あれ全部マックスですね。前回、私プレゼント持ってないですか。さあ、コインありますからね。プレゼント買えるんですかね。さあ、好きな女優さんいますかと。ああ、清楚系の女優さん。石原さとみさんとかですかね。葵さんとか、葵優さんでしたっけとかですかね。まあ、なるほども清楚ですけど、さあ、行きましょう。洋食屋で。洋食屋さんで働いてるのと。ああ、でもいいですね。料理を覚えたいから、アルバイトすんな料理とかもいいですね。料理屋さんとか。今、普段テレビ見れないんですよね。あんまりお時間なくて。先ほどネプリグさん見てましたけど、クイズ番組大好きですからね。さあ、温泉付きと、私大好きですね。あー、お肌ツルツルになるタイプあれですかね。何湯ですかね。炭酸湯とかもなんかありますよね。さあ、1-5。全然指名もらえないと。なんか指名してもらった方がいいってことなんですかね、やっぱり。私も行ったことないか分かりませんけど、もうなるほど店さんと、あー、ちょっと行ってきますキャバクラに今から。いや、いいですね、名前呼んでもらえるだけでもテンション上がると思いますけど。お、カクテル好きなんですか。あ、シャンパンも好きなんですね。そうですね、左目閉じたまま右目でウィンクされてましたけど、普通片方あれじゃないですかね。2周年記念とすごい。お、ちょっと見てまいります。さあ、ガチャチケット。結構たまりましたね。59枚ありますけど。さあ、行きましょう。一回引きましょう。さあ、どなたでしょう。おー、八郎さんですか。1級フィギュア鑑定士、あるんですかね。なんかありそうな感じもしますけどね。さあ、お一人増えたので、お仕事を一つ増やしますか。並び代行ですかね。何ですか、並び代行って。例えばラーメン屋さん並んでるから代わりに並んでくださいみたいな、そんな感じなんですかね。さあ、どうなんでしょうどうなんでしょう。あんまり見たことないですけど、でも並んでて途中で入れ替わって大丈夫なんですかね。なんか私気になっちゃうタイプですけど。さあ、もう一回ガチャ行きたいですね。スタッフガチャ、どなたが出るんでしょうね。どなたが出るかはわからないと。引いてからのお楽しみと。さあ、ヨシヒコさんですね。レア度がなかなか高いから 出られないですね。では、スタッフですね。スタッフさんに。八郎さんには、並び代行行っていただいて、吉彦さん、草むしり。なんか申し訳なくて、
あれですよね、派遣言いづらいですけどね、私どこですか、なるほど社長でた、君は草むしりだみたいな、なんかそんな感じになるでしょ。さあではもう一回行きましょう。3回行きますからね。さあ、葵さんですね。これ葵さん、葵ちゃんあれですよね、指名されないんでしょ、指名こちらがしなくても多分いけるんじゃないですかね。あ、カクテル好きって言ってましたけど、あえて今日はフルーツをプレゼントしましょう。大盤振る舞いですよ、もう。すごい。マックスになっちゃった、もう。早いですね。何か質問お願いします。ココアですけど、ああ、私大好きですね。あ、コーヒーの方が好きですけど、ココアあえて好きと。私ココア大好きで、いつも寝る前に飲んでるんだと。ああ、いいですよね。冬とかいいですよね。あったかい飲み物飲んで、ホットミルクとか、よく眠れるみたいですよね。好きな芸能人の方、かわいい子が好きですと。おじさんみたいだと、バレましたが、年齢不詳のなるほどくんですけど、運命ってあると思いますかと。運命のルーレット回してと。さあ、今なんて答えていらっしゃいましたか見てなかった。さあ、1の6。聞いて聞いてと、耳がでかくなっちゃったと。あ、それ違いますか。お、指名していただいたんですか。たくさん指名が入ったと。すごい。欲しかったバッグ買って、洋服も買ってと。ブランド尽くしブランド尽くしですか。あ、私財布ぐらいですかね。なんかブランド、有名なブランドなんですかね。さあ、ここで問題。私が持っている財布は何でしょう、何のブランドでしょうと。さあ、3、2、1。正解はですね、グッチさんでした。いや、いいですよね。かれこれ十何年か使ってるんですけど、ずっと。いやー、すごい、ずっと使えるんですよね。やっぱいいものっていいですね。まあ、安くてもいいものたくさんもちろんありますが、まあ、100円ショップさんもよく利用してますからね、ナロー君。さあ、1の7行きたいですね。じゃあ、チョコスティックあげましょう。どれぐらい増えるんですかね。お、100%。ちゃんとお休みってあると。週末、祝日は私はお休みですね。皆さんどうですか、働かれてる方、お忙しい方、なんかずっと働いてる方もいらっしゃいますよね。忙しくて休む暇がないですっていう。お、シャンパンいきますか。美味しいですよね。炭酸系って美味しいですよね。入院ですか。私はないですね。救急車に運ばれたことは一回ありますけど、学生時代に雨の日自転車こいて転んだ記憶すらなかったんですけど、目が覚めたら救急車が向こうからやってきて、なんで救急車がと思ったら私の目の前に止まって、大丈夫僕っていう感じですね。で、よくよくあれ観察したら私転んで血が出てたとですね、怖い。さあ、同伴なんですかね、デートですか。お、どこ行きますかね。お、行くんですか、もしかして。行かないと、どういうことどういうこと。次ってことですか。じゃあ次があれなんですかね、一生クリアになるんですかね。ドレスやアクセをプレゼントすると、アクセサリーってことですか。葵ちゃんの容姿が変更できますと。そんな買うでしょ、今でしょ今でしょみたいな。どうしますかね。普通のネックレス、ドレスが、100万、どういうことですか。100万コインですか。じゃあちょっと厳しいですね。ケーキとかもあれなんですね。まあ、これは多分あれですよね、ハートが増えるってことですね、大幅に。まあ次回頑張ってスロット回してあれですかね、
早く中級が解放されてほしいんですけど、されないですね。お、いつの間にかもうスタッフの方が、さすが草むしりお早いですね。ニュータさんも試験監督ですから、あ、10分経ったんですね。本当経ってますね。10分早いですね、時間経つの。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。